力者1000人ありがとう。ねえねえ全知くん、キャンプしに行かない？どうしたんだいきなり。てかこのアニメ、ねえねえから始まるの多いな。いやだって夏っぽいこと一回もしてないじゃん。この前花火見に行ったよ。後俺指名手配されたし。花火は見ただけじゃん。いいから行くぞ。いやあの今いいとこなんですけど。よし、森に着いたぞ。何言ってんのマイッキー。何も持ってきてねえじゃん。あ、やべ、どうしよう。嘘だろ。さすがにマイッキーでもそこまで頭悪いと思わなかったよ。うん、ちょっと傷つくな。おっと、あそこになんかいるぞ。おう、マジじゃん。あ、僕いいこと考えた。ねえお父さん、そろそろお肉焼けたなのだ。もっと焼けたくないですよ。楽しみなのだ。もうそろそろ焼けるぞ。わーいなのだ。はい、焼けました。どうぞお食べください。やったーなのだ。ちゃんと要塞もたべるんですよ。あ、ちょっとすいません、それ美味しそうですね。食べていいですか。お父さん、このおじさん誰なのだ。あむあむあむ、この肉美味しいですね。うーん、でもまだ足りないな。もっと食べたいな。おい、何するんだお前ら。痛い、やめろ、助けて。ふう、美味しかったな。キャンプ最高だな。なんだ。おい、マイッキー、また太ったのかよ。いや、僕チンじゃないよ。じゃあなんだ。てめえらよくも俺の家族を食いやがったな。まずいい、さっきの家族のお兄さんが来た。任せろ、いつもの魔法でぶっ飛ばしてやら。あれ、やべえ、食べすぎて魔法が発動できる。ぜ、善一くんがぶっ飛ばされちまった。おっと、ここにうまそうな亀がいるな。すっぽんのスープにでもしてやろうかな。いや、あの、僕ウミガメです。っていうか許してください、その辺にいる野生の豚と見間違えたんです。野生の豚がキャンプするわけねえだろう。てか俺の家族を野生の豚呼ばわりすんな。ああ、もう腹立ってきた、もう食べちゃおうと。え、ちょっと勘弁。はあ、美味しかったぜ。おっと、体の調子がおかしいな。うわあ、勝手に体が動いちゃう。誰か助けてくれ。あれ、なんか小さくなっちゃった。ふう、間に合ったぜ。魔法が打ててよかったぞい。よかったぞい、じゃねえよ。間に合ってねえよ。もう食べられちゃったよ。助けてくださいよ。うん、でもなんか動いたからお腹空いちゃったな。おい、聞けよ。よし、この豚食べるぞ。え、いや、あの、マジで許してください。家族食べたこと許すんで、僕の命は助けてくれ。熱い、苦しい、マジで許してください。おい、善知くん、俺なんもしてないやろ。助けてくださいよ。あれ、なんか熱くなってきたな。ってかぶたさん、しゃべんなくなったんだけど。マジで助けて。もう善知くんって呼ばないから、次からは善知くんって呼ぶから。